いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの、海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたとだ。タイマ氏が管理する監獄島だな。分かった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきましたが、お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるせいで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り？最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ。アイフリードはそこにはいない。なぜそれを？私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊バン・アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらは王都にあるのかの？うん、王都のローグレス離宮に。行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。ところでお前たちの船だがな、あれも仲間が乗り込んで開門要塞を抜けた。うちの探索船として使わせてもらうぞ。好きにして。勝手に乗ってきたものだし。探索船って？探索船の担当はベンウィックだ。あいつから説明を聞いてくれ。アイゼンに頼まれたんだけど、探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図？そうだ、全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにヴァン・エルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで？ほほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにヴァン・エルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電車帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし、何より面白そうだ。そうね、運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。あとは報告を待てばいいのね。何が見つかるか楽しみだな。お宝を乗せた沈没船とか海底遺跡とか無人島とか新航路も見つかるかもしれん。そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよな、マグロとかブリとかチョウザメとかの。
報告、偵察隊が強力なゴーマを発見、警戒レベル高と判定しました。了解。星稜に攻守警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。オートの近くでもゴーマが暴れてるなんて、星稜の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、攻守警戒ゴーマってなんだ？星稜が特別手配したゴーマだ。最新の情報では各地に十数体確認されている。おう、手強そうだな。半端なくな。迂闊に手を出せばただでは済まんぞ。そう来なくちゃな。行くわよ。グズグズしてると星稜の警備が強まるわ。アイフリードの話を監獄島で聞いたと言っていたな。メルキオルっていう特等大魔師が連れ出した。それ以上のことは知らないわ。俺も聞いたことはない。マギル、お前はどうだ？連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの、どの棒に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ。大魔師の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば、愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。星稜がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、星稜の狙いが一向に見えん。だが必ず救い出す。海があいつと俺たちの生きる場所だからな。生きてると確信してるみたいね。海賊が邪魔なら殺せば済む。星稜には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが生き方を他人に曲げられておとなしく従うようなやつじゃない、あの男は。自分の舵は自分の意思で取る。そういうことだ。お前なんでまた戻ってきたんだ？主らが寂しがるかと思ってな。全然寂しくないけど。裏切り者を探すとか言ってたのはどうなった？取り逃がした。手がかりもない。魔女なんだから魔法で探せばいいでしょ。あいにくとわしの魔法は二人三脚方式でのう。裏切り者のあやつがおらねば発動せぬのじゃ。共犯者ありきのペテン魔法というわけだな。違うわい。その裏切り者とやらを探す手伝いはしないわよ。バナナで釘が打てるほどの冷たさじゃのう。そいつの他に仲間はいないのか？はっておらぬの。帰りたい故郷はないのか？ないの。魔法の他にやりたいことはないのか？ないの。あ、どうした？ライフセット。うん、マギルーの話聞いてたらなんか胸がもぞもぞして鼻がツンとした。友も居場所も目的もない空っぽの人生を送る魔女を、お前は哀れだと感じたんだ。哀れ？相手をかわいそうに思う気持ちのことだ。マギルーは哀れ？そういう目でわしを見るでない。ああ、あの壁すごく大きい。この国の王都ローグレスだ。巨大な城壁で町を囲みゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろ、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか。大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがの。お、王家も星稜の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえ分かればそれでいい。剣も全員を調べるものじゃない。自然にかわす。顔硬いぞ。わかってるわよ。
そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした？清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師？いかにも、ご覧の通りクセ者ぞろいの我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。たこにもその通り。いやはや、我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠、仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ね、ポッポかように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギル。あんな子供騙しは今回限り、ポッポ。ああ、怖い怖い、ポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。王とも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、オートの戦力を知っておるか。オートに配備されたタイマシさ、タイマシは1000人以上、守備兵士は2個師団。さすがはオートだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィ、ベルベット。完成じゃな。しつけが行き届いておるわ。王国民よ、ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。おお、式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き果ててゆかんとする地に奇跡の剣を持ち、あそこ立つ者があった。登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰あろう、アルトリウス・コールブランドである。誰もが知っている。彼はゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。でも殺した。ご聖主の一中たるカロヌシを降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部
アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに災厄を払い、民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに、私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと。医師という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら、揺るがぬ断りとそれを貫き通す医師。これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう。我が体と命を善なる民のために捧げることを。すべての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのに、あいつを殺すために。アルトリウス様を殺す、手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあの、皆の大願成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。奴の後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう。奴らの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものがある。とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。あの式典、同志のお披露目の場だけあって、大魔士軍団勢ぞろいだったな。お前が追ってるやつはいたのか？いや、ああいう場にすまし顔で並ぶやつじゃない。聖領の上位大魔士なんだろ？あいつには関係ない。そうか。ところでベルベット、あの同志様は右手を怪我でもしてるのか？あいつは昔大怪我を負って、利き腕は使えない。やっぱりな。でも左腕だけでも超一流よ。動きを見ればわかる。体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何？腹の底、聖火から指2本分くらいのあたり、全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。
何より殺気を微塵も感じさせないくせにどこにも隙がない。あの同志様は強い。あいつがアルトリウスのそばにいる理由はおそらく俺もあいつを斬りたくなってきたぜ。いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。一週間も煮込んで作るの。麻婆カレー。じゃあそれを。ところでバスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。そのじいさんは清涼の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。ベルベット、麻婆カレー美味しいよ。仲がいいのね、ご兄弟。いえ。そうよね、あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを。闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか。ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの。ご用は何かしら。アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと根が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。これを持って行って。偽造だけどまず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそうなのって言ったでしょ。そっちの力はよくわかった。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は。私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。分かったわ。アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等タイマシメルキオールも絡んでいるようだ。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀のありかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃはぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか。さもなきゃ俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。
いや、俺も同じだ。聖領の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカは滅多にいない。そうか、お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。同志アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか、裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。